おはようございます。一ノ瀬はじめです。す今日はお水で朝スタートです。はいるる今日の天気は今日の名古屋は予想最高気温20度、最低気温10度で曇りのち晴れでしょう。現在気温13度、曇りです。曇りだと暖かいね。はい、今朝の朝ごはんは納豆いただきます。 中のお仕事終わりました今日のお昼ご飯はんはこれなんでみずほなんだろうね四川って本店こっちのはずな港区のはずなんだけど、うん、四川の担々麺を母ちゃんが作ってくれるということでいただきます母ちゃんよろしくはい、はい、中に入ってるのはこの生麺とスープこれ多分ラー油だねラー油とこれごまだれかな、うん これなんだろう中身見えない全く作り方を見るとこっちの白い袋が練りごまで多分ね触った感じこのシルバーのやつが醤油スープなのでこの練りごまを湯煎して、うん、後で混ぜて 110cc のお湯を注ぐとスープができるらしい、うん、はい我が家で作った四川担々麺完成美味しそうだねいいね美味しそう,うんそれではいただきます これ美味しかったね、スープまで全部飲んじゃった。うん、あ、辛い,うん、辛いよ、飲めたら。あ、辛いよ。汗だくです。ほらね。うん、<laughs> これね、いつも、いつもの。港じゃなくて、うん、いないの方の辛さに近いね。よかった。もう港お母さんで倒れちゃう。ごちそうさまでした。<辛>い <laughs> <laughs> はい、今日は弟。夫婦、家族が。遊びに来たので、えー、みんなでね。 ご飯外に食べてきました。いつもの松吉さん。はい、それじゃあ、いつもの串カツいただきます。はい、中華そばとミニカツ丼。いはい、松吉さんでの食事終わりました。今日はちょっとバタバタしてて、いつもよりちょっとね、揚げ加減とかね、その辺ちょっと微妙に違ったかな。 残念。それでは持ち帰ります。はい。それではね、弟たちも帰って、子供たちのね、えー、お風呂、寝かしつけも終わってね、一段落ついて、明日はね、ちょっとバーベキューがあるので、母ちゃんがまだバタバタ準備してますが、ちょっと、僕は僕で、ちょっと動画撮っていきたいと思っております。でね、今日はね、昨日の続きなんですけどね、こちら。このね、アンカーさんのパワーデリバリーのね、フュージョン5000の後継機。これね、充電がフルに。 今日一日ね、やってたんでできました。ということで、今ここにね、もう MacBook Pro が用意されておりますが、こいつをちょっとね、充電してみたいと思います。それではやっていきましょう。はい。繋いでみました。繋いだ瞬間ね、ちょっと今取れなかったんだけど、ほーンっていうね、いつもの充電が始まった音がしましたね。で、こんな感じで、雷マークはついております。はい。こんな感じでね、MacBook Wear の えー、システム情報を見てみるとね、これ、ちゃんと接続済みになってて、この AC 充電の情報ね。で、ワット数が15ワット出てます。で、充電中になってるんで、えー、このままね、やってても結局 5000mAh しかないので、フルにはならない感じですね。ちなみにね、ここのボタンの LED はほっとくとね、こんな感じで切れちゃいます。 でもう一回押すととくのでで消えたかからといって、ね、特に何か変わるわるけではない。ので、えー、特に問題なさそうですね、はい、それでは続いては僕が使っているね、この iPhone XS Max。これはね、バッテリーかなり減ってますこ。パーセント表示ができないので、まあ半分以下にはなっております。今日結構ね、グルドミンの明日、ミュージックビデオのね、撮影があるので、それの前夜祭の焼肉屋 焼肉屋さんに行ってね、あの、前夜祭やってたので、そっちのね、YouTube のライブ配信これで見てたんです。で、2時間ぐらいずっと見てたかな。2時間以上か。なので、かなりバッテリーは減っております。こいつを充電していきたいと思います。充電方法はね、この USB の Type-C とか反対側がね、ライトニングのケーブルを使って、えー、USB-C の方に接続して、充電してみたいと思います。 はい、それではね、ここ刺していきますよ。スッと。おぉ、ついたね。ということは、充電が始まりました。ここね、ちゃんと、雷のマーク。ここね、ついてますね。今38%ですね。これどうやって見るんだ触ったら、あ、38%。これね、今ね、えー、10時59分。 これでね、どこまでいけるかね、ちょっとやってみましょうか。10時59分スタートです。はい。それではね、10分経ちました。どんな感じになったのか見ていきたいと思います。はい。ちょうど10分で46%。さっきがね、38%だったので、10分で8%の充電になりますね。それではね、今度は今、タイプ C から ライトニングだったので、このタイプ A からライトニングでどれぐらいなのか試してみましょう。はい、それではね、こっち、ピンとこないな。えー、ちょっと近すぎるか。このね、タイプ A の方に、えー、IQ の方ね、挿しまして、このライトニングを挿しますね。はい。挿しました。それではね、現在47%充電されておりますので、 えー、ここから約10分で、ね、充電していきたいと思います。はい、10分経ちました。それではね、どれくらいいってんのか見てみましょう。はい。えー、57%までいきましたね。ということは、前回が何だったかな ?47% だったので約10%。こっちの方が早いんじゃねえのか、ひょっとして。あ、でも1分ちょっと過ぎちゃったな。 まあね、どちらにしても結構なスピードで充電できております。それではね、MacBook Pro にもう一回戻って、このね、USB の Type-A の方から充電したらどんな数値が出るのかやってみたいと思います。はい。Type-A の方にね、この USB-C のケーブルをつないで、今ね、 ちゃんと雷マーク出てるので充電はできてるのかな満足な充電ではないと思いますが、はい。この電源のところね、こ接続済みでハイになって、ワット数がね、さっきパワーデリバリーの方は15ワットでした。今回タイプ A の IQ の方に挿した充電方法だと12ワットまで下がっております。とりあえずね、できるということはまあ、間違いないね。 はい。それではちょっとごちゃごちゃしてますが、今度はね、電源の方に挿してみました。要はね、充電器として使ってみたいと思いますね。モバイルバッテリーじゃなくてね。で、この状態で USB Type-C のパワーデリバリーの方から MacBook Pro に充電したらどれぐらいの数字が出るか試してみたいと思います。はい。今回もね、最初は白い充電のこのね、雷マークついたんだけど、すぐ 黒い感じに変わっちゃいましたね。それでは、システムの方で見てみましょうか。はい。ここ見てください。充電器として使ったらね、30ワット、さっきのね、えー、倍パワーデリバリーの方でやったらね、えー、15ワットだったんで、30ワットだったら倍になりましたね。これはすごいな。素晴らしい。はい。 というわけで、二日間にわたって、これはね、アンカーサンドパワーデリバリーフュージョン5000のバッテリーチャージャーねえ。いろいろ試してみましたが、まあまあ、使い勝手、性能としてはね、まあ、満足いくものになっております。まあ、ちょっとね、残念なのが、MacBook Pro ね、ついてる充電器はね、60W ぐらい確かあったのかな。それが、こ,これだとね、30W までしか充電できないので、どこまで、その、 で、使用しながら耐えうるのかっていうのはね、ちょっとまだ試してないので分かんないですけど、まあ今回ね、これは、使い勝手としてはね、すごくいいんじゃないかなと。欲を言えばね、このサイズだったら、1万ミリアンペアの容量が欲しかったなとは思うんですが、あとね、価格ね、やっぱりみんな言ってるんですけど、1万2000円ぐらい超えてくる消費税込みでね、そんな値段になってるので、ちょっと高いかなと。 前のね、その方だと、こう持ち運び用のね、メッシュの袋、よくアンカーさんでついてくる袋ね。こういうメッシュ素材のやつね。これついてきたんだけど、これただのね、剥き出してこれが入ってるだけなんで、12000円払ってこれかと。もうこんなさ感じも受けるよね、やっぱりね。なんかこう、ケースぐらい欲しいよね。ケースとか袋とかポーチとかね。ケーブルも何にもついてないしね。でね、1万、 2000円でしょで、前回のこのモデルチェンジする前のものが、まあ、性能がかなり落ちるとはいえ、同じ 5000mAh の容量で、3000円しないんですよね。2000いくら。なので、そこまでの性能がいらないという方であれば、前回のね、もので使えばね、十分いける性能を持ってるので、これでこだわらなくてもいいかなと思うんですが、もうちょっとね、本当にね、5000円、 4000円とか5000円ぐらいでね、買えればね、嬉しいんですけど、1万円はね、ちょっとね、高すぎる。というわけで、今回は、えー、前回に引き続き、このアンカーさんのバッテリーチャージャーの、えー、感想、テストでした。皆さんとしてはいかがだったでしょうか。まあね、結構、値段のことでね、叩かれてる感想がネットの中には多いですね。 そんなわけで今日はここで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またねバイバイ